はい、皆さんこんにちは。ハラルメディアジャパンの守護です。本日は業務スーパーにやってきました。最近ですね、本当に多くのイスラム教徒の旅行者が増えてくる中で、本当に多くの飲食店様が今そういったハラールの対応をしているんですけれども、実はここで仕入れを多くされていることを皆さんご存知でしょうか。今日早速ですね、どういったものを使っているのかというのをですね、紹介したいと思いますので、早速中に行ってみましょう。ハラールというのはイスラム教の戒律に沿って許されているものという意味です。食事においては禁止されているものが豚とアルコールで、お肉に関してもイスラム教徒の方が屠畜したお肉でないと食べないというのが大きなルールでございます。実際にこの業務スーパーではそういった食材が非常に多く売られているので、一つ一つ見ていきたいと思います。これからハラールの対応を検討されている事業者様、ぜひまずこの業務スーパーにお越しください。なぜならばイスラム教徒のお客様は非常にお肉が好きなんですけれども、この業務スーパーではこういったハラールのマークがついているお肉が非常に売っています。これであれば鶏肉でございます。こういったものを鶏の唐揚げとかしていただくと非常に喜ばれます。ちなみに今使っている鶏肉をこういったものに変更すれば、ハラール対応メニューをどんどん増やしていくことができます。こちらがハラール対応の唐揚げと、こちらがハラール対応のチリソースでございます。実際に多くの東南アジアの方々はこのコンビをすごく好みます。旅行者の方々でも多くの方が子供を連れているケースが非常に多いので、これとこれがあればもう、子供の満足度が取れることはもう間違いありません。続いてご紹介しますのがこのフレンチフライでございます。ここにハラール認証がついています。これはもう本当に子どもたちにも非常に人気な商品なので、もちろん大人にもですけれども、非常に多くの企業様が、これをメニューに入れてらっしゃいます。ホテル様であったり旅館様に、おすすめなのがこちらの商品でございます。こちらの、ジャムにはですね、このように、ハラルマークがついているんですけれども、こういったものを使えばホテルの朝食、とかも比較的簡単に対応ができるんじゃないでしょうか。続きましてご紹介したいのがこちらの、乾麺でございます。こちら実はすべて、ハラル認証がある食品なんですけれども、これはですね、例えばゲストハウス、とかにこういったものを、置いておくだけでも、実際に泊まられた方が簡単に調理ができるので、とてもおすすめな商品です。どうやってこの業務スーパーでハラル商品を見つけるのか。まずこのように、コーナーを探します。で、実際にこのコーナーにあるものはすべてハラル対応がされているんですけども、コーナーがなくてもこのような表記を、見つけていただけましたら、分かるようになっております。続きましてこの、マークを見つけたら、必ずですね、このように、実際の商品にマークが入っていることをぜひ確認してください。イスラム教徒の場合はこのみりんという調味料が使えないので、お酒なので使えません。なので、多くの飲食店様はこういったシロップを使って甘さや照りとかを出されています。こういったメープルシロップ、アガベシロップ、水飴、蜂蜜、こういったものでも甘さが出せます。この業務スーパーではこういう無添加の味噌も販売しています。実はこれはハラル認証はないんですけれども、原材料表示を見ていただく限りにはお酒が一切入っておりませんので、こういったものを使っている飲食事業者様が非常に多いです。こちらの醤油もですね、ハラル認証は試食してないんですけれども、原材料表示を見る限りはアルコールは一切使っていないので、多くの飲食事業者様が使われています。特にイスラム教徒の方々でいくと、こちらのたまりの味がすごく好きということがあるの、言われるので、これを使って調理されている事業者様が多いです。はい、今日いろんなハラルの商品を見てまいりました。これだけ多くのハラルの食品があれば非常に多くのメニューが作れると思います。またこの業務スーパーでは本当にいろんな商品が日々新しく入ってきてまして、やっぱり定期的に商品を見ることによって、いろんな食材がにまた出会えると思います。また業務スーパーでは、こういった商品を扱ってほしいという声もお待ちしておりますので、お問い合わせフォームから、ご連絡ください。